医療において社会貢献度が非常に高いなと魅力を感じたことと、自分の出身地である山口県で世界から必要とされているテルモで働くことができる喜びや誇りを感じられたからです。全ての治療を転身集化するという目標を聞いた時に、患者さんに負担が少ない治療っていうのに興味を持ちました。自分も何か貢献していけたら楽しそうだなと思ってテルモを希望しました。テルモの製品を求めている人は日本だけじゃなくて世界でもいると思うので、流通の数であったり生産数であったり、そういうのを上げる仕事をしてみたいなと思っています。先輩に聞きやすい環境が整っていると思うので、自分の弱みであっても先輩に教えていただいて強みに生かしていけるような活動をしたいです。